オリックス、カープにボッコボコにされる。レベルが違いすぎて悲しくなってくるね。西川龍馬より打てる森下、森下より打てない西川龍馬さん。広島が強すぎるんや。20点取られないだけまだまし。西川はいつつん。新井さんがこのカードの後から打つって言ってた。中田が入った中日以下って言われたや主人相手やぞ。チーム防御率爆上がりや。一周回って穏やかな気持ちになってくるな。広島ファンによるオリク申し送りどうなるんかな。申し送り事項1行で終わりそう。オリックスとにかく弱い。で片付く。10年チーム見てこれ一番弱いんじゃないかなと思うわ。それはない。つまりここからまだ底になる余地がある。阪神が8点取られてる。オリクに比べたらまだまだやな。去年勝ちすぎたから今占められているのか。